昨年、義父が老犬に入ったんだけどさ、年末年始に帰省した時、義母にいちいち、あんたのお父さんはいいわね。って言われて鬱陶しかった。うちの父は、住宅型有料老人ホームに入ってる。家事ができない人だから、母が亡くなって一周忌を終えると、すぐに自分で手配して入った。私は遠方に嫁いだし、地元にいる兄夫婦とは、兄嫁と折り合いが悪いので、同居は無理だって言って。今は、養子縁ですらない健康体なので、外出が自由にできるそうだし、この先、要介護になって状態がひどくなったら、同じ建物の別階に併設されてる、介護付きホームに移動できるってホームで、運よく空きがあったそうだ。あんたのお父さんは、たくさん稼いでたから。あんたんちは裕福だから、から始まって。世の中本当に不公平。お金はあるところにしか集まらない。年寄りの経済格差は広がるばかり。と続いて嘆く。そりゃあ、子供が3人もいるのに、転職で、働いていない期間もあったようなギフト、休日出勤や残業をこなし、給料を上げるために、資格の勉強もいつもしていた働き者の父と、同じ老後が過ごせると思う方がおかしい。うちの父は、親から何かしら相続があったわけでもなく、夫婦揃って働き者だった。浪費もしなかった。義父母のようにタバコも吸わなかったしパチもしない。これで同じ老後を過ごせたら、私に言わせれば、その方が不公平だと思う。病弱なりの理由があって、転職を繰り返していたのなら、気の毒かもしれないけど、義父はまるっきりの健康体。嘆くなら、自分の旦那を嘆けよって思う。で、この帰省の時に、義母から旦那に、老犬の費用を、子供たち3人で3万ずつ援助してくれって言ってきたそうだ。帰宅後、旦那から聞かされた。一応、保留にしてるらしいけど、旦那は、出すとしたら自分で工面するから、お前は考えなくていいって。でも、この帰省で義母に言われて、すごく嫌な気持ちになったことを話して。その費用は、家計費から出しても全然構わないと思ってる。だけど、もう帰省はしたくない。って言った。そしたら、旦那も、兄弟から、いろいろと嫌なことを言われたらしくて、同じこと思ってたって。なので、援助と引き換えに、帰省は取りやめることにした。これも結果往来なんだろうか。ホーム自慢したからって？そう受け取られる記述があっただろうかと読み直してしまったよ。父がホームに入った時、住所が変わったから、義実家への年賀状に新住所を書いた。当然、そこには、ホームの名称も書かれている。義氏が勝手に、ネットで、どんなホームか調べて、義父母に話した。私が教えたわけじゃない。が、聞かれれば、名称ぐらいは普通に話すだろうな。